えな何が始まったのって思って、はい、すごい、うん、いやいやでも雨上がってよかったです ね、 ですね。これで飾ってた雨じゃかわいそう濡れてしまう。そうなんですよ。あ、素敵ですね。ああこういうのもそうなんですね。あのすごいおしゃれ、はい、そうなんです。これはユチバレっていう、はい、沖縄のこの組踊りに唯一この雪が出てくる話なんですよ、はい、え、雪？雪が降る話で、そうなんです。なのでこちらにも実は雪がある、はい、だからこれはあの沖縄のカリウシウェアでは、はい、カリウシウェアではもうほとんどないデザインなんですよ、こういう雪が乗ってるっていうのは。ああ、はい、ユチバレ、雪払い、雪払いがちょっと方言っぽくなると、うん、ユチバレー、ユチバレー、ユチバレーっていうんです。でも雪が出てくる話なんてあるんですね。そうなんです。これもそうですね、よく見つけられたっていう感じです。そうなんですか。毎年6月に、はい、あの新しい、これは実は今年の、はい、去年の6月に発表したやつで、はい、今年の6月も、はい、またちょっと新しいのが出るんですか。出したらなと思って。へえ。今年はこの、そうですね、この沖縄のこの組踊りの中でも、はい、この唯一恋愛の話があるんですよ。へえ。そういう恋愛の話を出したいなと思ってるんです。あれごめんなさい、もう一回、あの売ってるお店の名前は何ておっしゃいましたっけ。あちらのククル沖縄ですね。ククル沖縄さん、はい、はい、沖縄さんの方であるので、はい、そうなんです。よかったら集まって、はい、この地元を盛り上げていこうっていう、あの思いで集まった団体なんです。イケメン連っていうかからには男の人だけの団体ですか。そうなんです。皆さんモデルやってたり。へえ。あ、そうなんだ、はい、そういう中熱い思いを持ってるわけなので、はい、沖縄を盛り上げていこう。あ、だからイケメンなんですね。輸通させてください。じゃあちょっとこれと一緒に、はい、ぜひ。